非常に間違った決定で失望。加藤美優の訴えを却下した全仏王 P に批判の嵐。拒否姿勢に海外テニス関係者ら憤怒。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。女子ダブルスでの賞金とポイント没収は変わらず。ローラン・ギャロス、全仏オーブン。 が下した裁定に、テニス界からまたも非難が紛失している。テニスの次第大会、全仏オープン、女子ダブルスで加藤美優アルディラス・チアディ、インドネシア、組が失格処分を受けた問題で現地6月15日、加藤は次第大会側への提訴が却下されたことを自身の SNS で明らかにした。 騒動の発端は女子ダブルス3回戦での加藤の何気ない行動からだった。第2セット途中、相手コートに向けて加藤が返した球が、ボールガールの頭部に直撃してしまい、少女を泣かせてしまったのだ。主審は一旦加藤に警告を言い渡したが、対戦相手のマリーボ・ボウズコは、サラソリ・ベストルも、チェコ、スペイン、組が食い下がり、彼女は泣いているじゃない。 血が出ている。よく見てあげて、ともう抗議。スーパーバイザーまでが競技に加わる異例の展開となり、その結果なんと裁定が覆り、加藤組に失格の厳罰処分が下された。処分を不服とした加藤は賞金とポイントの回復を求めて大会側に提訴したが、この結果は戦術した通り。 ローラン・ギャロスは賞金とポイントの取得を希望した私の訴えを却下し罰金を課しました。もう私にできるのは前を向くことだけです。と、加藤は無念の思いをツイッターに綴った。日本人プレイヤーの悲痛な訴えを拒否した決定に、海外のテニス関係者が続々と批判的な反応を示している。 インドのスポーツ専門メディア、スポーツ好きだ、は訴えが却下されたリリースを受けると、凶悪な犯罪、という過激な見出しで大会側を辛辣批判。物議を醸したミューカトウのポイントと賞金の訴えを拒否した全仏オープン関係者にテニス界が反発していると報じた。 まず、昨年7月まで土井サキ、2016年リオ五輪、2021年東京五輪代表のコーチを務めたクリスチャンザ・ハルカ氏は、この結果について非常に間違った決定で大会審判団には非常に失望した。と SNS に怒りの声を上げる。 他にも、ザ・ハルカ氏と同じ意見を表明しているのは、A スポーツ専門チャンネル、スカイスポーツでテニス解説を務めるマーク・ペッジー氏だ。1990年代の英国トッププロで活躍した同志は、あなたは全く失格に値しない、と加藤を援護。全仏オーブンの対応に怒りを強わにすると、間違った判定だ、と一刀両断した。 最終日に大会ディレクターのアメリーモレスモ氏が記者会見に臨み、加藤の失格問題に言及するシーンがあった。同氏は、ロッカールームでは、この件に関して非常に意見が分かれていると思います。と、前置きした上で持論を展開。私は良いか悪いかをコメントするつもりはありません。なぜなら、判定が下った後に、ビデオを見るのは耐えやすいことだからです。 レフェリーとスーパーバイザーはビデオを見ずに判断した。それは明確でグランドスラムの規定通りだったと思っています。と断言していた。前代未聞と言える失格処分の波紋はまだ収まる気配がなさそうだ。構成マルザダイジャスト編集部。テニスには問外漢の私ですが、今回の加藤選手のトラブルで驚いたのは、 トラブル発生直後から次々と世界の名だたるテニス関係者が大会主催者側の判定に異議を唱えているのに反し日本テニス協会をはじめ普段メディアに出て飯を食っている有名な日本の関係者は一様に晴れ物に触るように抗議の姿勢も示さず局の果ては結果を受け入れざるを得ないだとまるでどこかの国の政治家みたいなことを言っています 選手のためにならない日本テニス協会は一度解散して出直せ。簡単スポーツの国際基準は概ねこんなものなのでしょう。早い話が何時でもどこでも日本選手なんか失格にできる。これが全仏、四大大会,会の意思なのです。このようなこと、昨日今日のことではないではありませんか。 冬季スポーツでも、ノルディック複合、準ジャンプ、スピードスケート、フィギュアスケートなど、日本選手をターゲットにしたルール改正が当然のように行われています。夏季オリンピック種目でも、昔の水泳、バレーボール、柔道なども同様に思います。若い時代1980年代にフランスに行ったことがあります。 カンヌのホテルとアビニオンからパリまでの TGV の中で非常に不愉快な思いをいたしました。それから現在までフランスには足を踏み入れておりません。海外旅行にはよく行きます。妻がフランスに行きたがっておりますが、今回の件を見て生涯訪れることはないでしょう。 これ、問題なのは次回同じような状況が生じた場合、同じルールなら、運営側は同じ判断をしなければならないことじゃないでしょうか。そうしないとルールの一貫性、整合性がなくなってしまいます。もちろん全く同じ状況はないでしょうし、運営側の判断の裁量の幅もあるのでしょうが、相手を失格にできるなら、無理を通せば通りが引っ込む。 とならざるを得ないなんて、スポーツ界や子供たちに、いい影響は決して与えないでしょう。このため、ビデオ裁定の導入など、新たな指針の策定とその周知が必要ではないのかな、と思ったりしました。ワンバンで返していたとしても、びっくりすれば、泣いちゃうかもですしねから。プロ選手を試合中に失格にするなら、きちんとルール通りで納得せざるを得ない根拠が必要です。 今回、事実認定が不十分だったため、大問題になったのかもしれませんね。